どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は夏休みにぴったりの曲やってみます。バケーション、こちらの曲です。これはですね、洋楽のカバーなんですけど、なんと1962年ですよ。もうすごいヴィンテージ曲ですけどね。あの独特のロカベリーというか、ロックンロールというか、はい、拾った美恵子さん、この女性シンガーの方がこうカバーされた VACATION って、あれです、あれ、あれやりましょう。あれはね、ウクレレにこの曲合いますから、はい、いつものように2バージョンやりましょう。初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超簡単バージョンやってから、後半はあの独特の 50s のノリというか、こうね、ロカビリのノリというかやりますよ。後半もかっこいいですよ。はい、かっこいいバージョン、シンプル簡単バージョン、かっこいいバージョン、2バージョンをやります。最後までご覧になってください。さあウクレレやりましょう。夏にはこのウクレレという楽器ぴったりですよ。こうパッと持ち運んで、どっか外行ってパッとこう、暑いけどね、弾く、音楽は私には無理だなと諦めてた方、聞くだけだなと思ってた方、やる方が楽しいですからね。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルの動画を見てるだけで、どんどん音楽がウクレレできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番ごと動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、どんどん楽しく音楽ができています。そうやって始めた人がもう何万人もいるんですよ、この YouTube を見てるだけでね。で、YouTube はね、無料ですからね、いつでもどこでもスマホでも見れるし、まあ、お気軽に音楽が身近にある生活、始めましょう。じゃあ、リンク、貼りますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽がウクレレで簡単にできるようにした簡単ウクレレレッスン動画700曲以上上がってますからね。はい、今日みたいな、僕ヴィンテージソングもそうだし、洋楽もあるし、最新 J-POP もある、定番 J-POP もあるし、昭和の歌謡曲もあるし、もう演歌もあるし、ハワイアンソングももちろんあるし、映画音楽、アニメソング、何でもかんでもウクレレで簡単に弾いちゃいます。ぜひ、さっきのリンク先のとこ行ったらね、検索、曲の検索できたり、ジャンルボックスの中から探せたりするんで、ぜひいろんな曲やってみましょう。さあそれではバケーション、シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、楽しいな、ギラギラと輝く太陽、背に受けて青い海泳ぎましょう。待ち遠しいのは夏休み、山に行くことも素敵なことよ。山びこが呼んでいる、待ち遠しいのは秋休み、冬は楽しい、好きに行きましょう。白い雪キャリー、寒さなんか忘れ、滑るの Go 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 VACATION 楽しい Now Yeah VACATION 楽しい Now。 せーの、じゃじゃん、バケーション、ガズレレ流簡単バージョンやってみました。いいですね。やっぱりなんかこう、あの歌詞はね、一番しか夏休み出てこないんですけど、なんかやっぱり夏のイメージありますよね。これいいと思います。しかもやっぱ簡単ですからね。はい、今のガズレレ流ショートカットバージョンでフルでやりたい方、もう一個ね、あのバースがあるんですけど、そこもコード進行一緒ですから、フルでやりたい方、ノートにどんどん自分で書き出していってください。で、今テロップと一緒にね、同時にできた方は自分でノートに書いて、それを見ながら自分だけで歌ってみるのをおすすめします。その時の参考になるように、この私のノートを見ていただこうと思います。で、いつものことなんですけど、こう下に書いてあるのは、後半やるかっこいいバージョンで、やることをちょっと説明ですので、今は上の段をやったって感じですね。はい、じゃあ、ここがまず、イントロのフレーズというかですね。VACA、基本のやつです。はい。で、ここが1番。はい。こんな感じでちょっと、メモってってください。で、今は2番やって、はい、2番。コード進行一緒ですね、1番と。歌詞が違います。
はい、でここがちょっと冬のバースになりますね。はい、雪遊びしようぜみたいなやつです。はい、大体もうパターンなんで、この下に書いてあるのも、まあ、あのパターンになってますということでございます。じゃあ出てくることをどんどんいきましょう。シート A7FD7D7 ですね。 G7E7 この6個やった。このコードはですね、これです。はい、ガズレレ奇数コード。コードというのは星の数ほどあって、全部覚えようと思ってもなかなか大変だし、まあその必要もあまりないということですが、じゃあどうしましょうか。ウクレレで音楽やるときにウクレレにとってものすごく便利なコードを集めたのをこのガズレレ奇数コードと私は呼んでおります。これ10個ぐらいあるんですよね。8から8個10個みたいなそんな感覚ですけれども、今日出てくるこのコードは全部その中のメンバーでございまして、以前このガズレレ奇数コードのことをめちゃくちゃわかりやすく頭にスッと覚えられるようにガズさんが動画撮ってます。そのリンクここに貼っておきます。ここでこのガズレレ奇数コード覚えてください。ここを見たらすっごくわかりやすく頭に入るんでね、ね、これでやってくださいよ。はい、でですね、どんどん今日はいきますよ。この曲やっぱりちょっとオールディーズっぽいというかフィフティーズっぽい、ロカビリーっぽい、ロックンロールっぽい、この時に出てくるガズレレ得意のリズムがあります。はい、こちらドン、レトロビート。このビートにねぴったり合うんですよ。どんなやつかちょっとやってみましょう。難しいと思うけれども、これがいいと思います。このレトロビートを使ってやろうと思います。まずこのレトロビートって基本はですね、8ビートの茶かな。まずこのリズムが8ビートを、この基本の8ビートと、この8ビートの茶、はい、この、これができた人がこうチャレンジできるレトロビートというものがありましてですね。なので今日はね、8ビートと8ビートの茶でレトロビート、この3つがこう、三位一体になってこれレトロビートができるっていうイメージしておくといいと思うんですけど、いきなりレトロビート直接ゼロから習おうと思うとちょっと難しいですからね。8ビートのチャ、レトロビートっていう風に習ってください。じゃあどこで習おうか。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はガズレレホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚。その中にいろんな弾き方の動画解説あるんですけど、さっき言った8ビート、8ビートのチャ。で、それができるようになったらレトロビート。このレトロビートはなかなかね、いいですよ。豊かになる。どんな曲もすごくこう、なんかヴィンテージ感が出てくるというかね、あの時代のキラッとしたこうかっこよさが表現できると思います。このレトロビートを使ってやってみましょう。で、この曲はですね、実はいろいろ決めがあります。いろいろさっきも書いてあったんですけど、ここね、ここです。V-A-C-A-T-I-O-N。ここのところでちょっと見てください。3弦。0000032。3弦1って書いてある。ここで A7 になってますね。ここはですね、つまり C を押さえたまま3弦の0000032で、ここは A7 なんで、もうここ3弦の1フレットを押さえたら A7 というコードになる。ここちょっと解説しましょう。ここよく出てくるんでね、あの待ち遠しいのは夏休みとかもこうです。まず C を押さえるでしょ。3弦だけ注目しておいてくださいね。3弦だけ、こっちが1弦ですよ。1弦2弦3弦では C はそのまま0だから最初に C 弾きます。 CCC ここ、わかった？ C 押さえたまま CCC321 はもう離して A7 です。かっこいいでしょ。 VACAT まで普通の CITI の I から、C 押さえたまま3弦の3フレットです。 VACATION で A7、は A7。 これこのパターン出てきますからね、覚えておいてくださいね。で、次の VACATION の後の楽しいなのところ、ここがなかなか2なところです。ちょっと最初からやってみます。 VACATION 次です。わかった？ D7C でシンコペーションで、次 G7 でツタタタタダタタダタタダダダダダダです。まずね、これいろいろ要素があるんですけど、 D7 と G7 のところはちょっと決めみたいな、ダッダッダダッですね、ダッダッダダッって、次がこの矢印、シンコペーションマーク、この矢印があるときはリズムがスコンと前に食い込んでくる。 C の前にこれついてますから、 D7G7C ダダダダダ、 G7 は今度決めてダダダです。 D7G7C ダダダダダダダ、これは結構難しい。最初から DACその後ギラギラとってレトロビートですからね。なかなかこのかっこいいバージョンは大盛りです。 VACATIONで
ょっと音も止めて、カッティングの要素もちょっと入ったりして、カッティング。カッティングっていうのはここでパッとこう瞬間的に左手で止めるんですけど、この技もさっきのリズムいろいろというところに、カッティングっていうところで解説してる動画があるんで、ちょっと興味ある方、やってみてください。そういう風に考えると、これの曲はですね、かっこいいバージョンはなかなか、リズムの勘どころが難しい曲でもあります。で、まあこの決めをね、やるとこういう風になるんですけど、すごくフランクに、8ビートでもいいですよ。前編として、例えば、楽しいな、ギラギラと、こんな感じでも全然大丈夫ですからね。今これからやるかっこいいバージョンは、さらにもうちょっと上のいろんな決めと、あとレトロビートを用いたやつってことで、ちょっとやってみようと思うんですけど、皆さんそれぞれのできる感じでやってください。8ビートでも十分この曲の魅力は伝わりますから。はい。で、そういうわけで、まあいろんな決めがありますけど、それをやってみようと思います。このさっきのね、決めのところで結構、毎回入ってくるんで、そこを覚悟しておいてください。あとですけどね、冬のコーナーのところあるじゃないですか。ここ。冬は楽しいスキーに行きましょうのところの後半のとこ、寒さなんかここだだ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 だがだがだが、ここ多分演奏聞いてもらったらわかると思うんですけど、だつつだだだだつつだだ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 だ、やってみようかな。ワンツースリー、寒さなんか忘れ滑るのか、こんな感じだんだん盛り上がっていく感じ。寒さなんか忘れダダダつってるのガー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 っていう感じでだんだん盛り上がっていく感じです。はい、雰囲気でガーッと盛り上がっていきましょう。はい、そんなこのね、このうねりもこう取り入れて、これレトロな感じ、50sっぽい雰囲気を残しつつ楽しい感じ。これね、バケーションですから皆さん、思いっきりハッピーな感じでやるのがいいと思います。よし、それでは行ってみましょう。バケーションガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2 V-A-C-H-I-O-N 楽しいな、イライラと輝く太陽背に受けて青い海泳ぎましょう、待ち遠しいのは夏休み、滑るの Go 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 V-A-C-H-I-O-N 楽しいな、 Yeah V-A-C-H-I-O-N 楽しいな、 Woo V-A-C-H-I-O-N 楽しいな。バケーションガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。ちょっとこのカッティングが入ってくるとパッパッパッとこうね、切れる感じが入るとよりキレが増しますけれども、これは元気が出る曲で、ちょっとテンション上がっちゃいましたけどね。こんな曲も夏に外でみんなでバーッと歌ったら、もうこれはねきっと最高だと思います。ちょっとね、ちょっとあらゆる世代で、これ結構先輩方もこの曲知ってますからね、ぜひいろんな世代で弾くとまた楽しいかと思います。皆さんどんどん楽しんでください。ありがとうございました。ウクレレ楽しいなと思った方も、周りの方にどんどんこの楽しさをお伝えください。今ご覧になっているガズレレ YouTube もどんどん活用してくださいね。チャンネル登録なんかもお願いします。さあ、そのガズレレですが、このちっちゃいウクレレ持って日本全国飛び回っております。そんなイベント情報や、このウクレレに関する情報のことや本もいろいろ出してます。このような最新情報を、まとめた動画をこの後ちょっとひっつけてますんでね、皆さんお時間ある方もお時間ない方もぜひこの後のガズレレ詳細動画ご覧になってください。今日は見ていただいてありがとうございました。じゃあご案内動画どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のこと分かります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きますよ。9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週9月29、山形イオンモール天童です。はい、これはね、東北攻めます。今年の夏は、夏じゃ9月だからもう夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのはね、これ面白い。
面白いので、皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい。でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないの。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね来た方がいいですよ。もうこの先のね音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい。でもまあとにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出します。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りのリットミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さんこういうの本もねいっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間をお待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。